今日もご覧いただきありがとうございます。エンタメは生きるモチベーション、エンタメウォッチャーの今何にです。今日は2023年10月期ドラマの総括と、2024年1月ドラマ13選ということでお話ししていきたいと思います。まずは2023年10月期の振り返り。最後まで見続けた5作品について軽く話した後に来期ドラマの方に行きたいと思います。ああ 今季唯一感想動画を出させていただいたのがフジテレビ木曜10時一番好きな花ということで2022年10月期のサイレントで村瀬プロデューサー× 産ぶかたみくさん作品のファンになったので、始まる前から期待値の大きかった一番好きな花。これまでにないような関係性を描いたという点で革命的なドラマだったと思います。藤井風さんファンの私的にはもうラストのインパクトが強すぎて、別の意味で放心状態になってしまったわけなんですけどもね。主演4人っていうのもね、これどうなのかなと思っていましたけれども、結果的には相性も素晴らしかったですよね。 今後も村瀬プロデューサー×ける産みくさん作品は注目し続けたいし何よりどんなテーマを描くのかなというのがとても楽しみです。感想した二つ目は これもフジテレビ水曜夜10時パリピ孔明ということで、これ意外と最後まで見たんですよね。パリピ孔明はライブシーンが圧巻だったので、まあ特にね、アブちゃん良かったですね。あとは上白石萌歌ちゃんの歌も良かったし、菅原小春さんも かなり前から彼女のダンスのファンだったのですごく嬉しかったし、キャストも豪華だし、ミュージシャン群も何気に豪華だったんですよね。原作がしっかりしているっていうのも確かにありますけれどもね、すごくいいドラマでした。そして感想した三つ目は、テレビ朝日木曜9時、ゆりや先生の赤い糸。これストーリー的には、まあ想定の範囲を超えないものではあったし、 意外性も、えー、それほどなかったかなと思うんですけれどもね。やっぱりキャストがすごく良かったですね。まあ、鈴鹿くんも良かったし、松岡まゆさん、吉瀬美智子さん、田中哲二さんはもちろんのこと、木戸大成さんがもう相当今回良かったですね。まあ、ファーストラブの時から注目をしていたんですけれども、すごく色気のある役者さん。 だし、それが十分に出ていった作品だったので、今後も非常に楽しみになりました。そして大好きな作品だったトップ2の一つはこちら。日テレ日曜夜10時半放送のセクシー田中さん。このドラマはキャスティングとその組み合わせがすごく良かったドラマでした。 木並さんはスタイルもいいし、まあ小さい頃からね、使おうたということで、すごく親近感も私的にあるんですけれども、まあバレエとかね、ダンスもされていただけあって、本当にベリーダンスも上手だったし、腹筋もね、素晴らしくて、子供さんがいると到底思えないですよね。そしてもうメルルは安定感ありすぎて、メルルの出るドラマに最近外れなしっていう感じしませんかこのところマイクール出られている前田豪樹さん 前熊克也さんも今回はすごくいい役で今後も彼らの大きな役が見たいなと思わせてくれる役者さんですねいや本当に毎週楽しみなドラマでした最終回もすごく良かったですよねそして今期多分一番好きだったのがこちらテレビ東京の「金曜深夜昨日何食べた?」シーズン2もうずっとこれは見てきてるし映画も見ているし大ファンなので。 まあ私的には今期はセクシー田中さんとこの何食べの日本が好み的に言えばもうツートップだったわけなんですがなんかこの何食べ見るとものすごく生活自体何気ない毎日を愛おしいと思えるし私にとっての精神安定ドラマなんですよねそしてこのドラマってゲイカップルとかそういうジェンダーを全く意識させないところも大好きなんですよね特にケンジを見ていると パートナーに対しての表現とか学ぶ部分も多いし、甘え方とかね、気持ちの伝え方とか、人と関わる上で重要なことを再認識させてもらえるドラマだったんじゃないかなと思います。あとは何と言っても、 小日向さんと渡るくんのカップルがまた最高すぎるんですよねいやーもう磯村くんの表現の幅の広さね磯村くんの主演ドラマももっと見てみたいですねそして何と言ってもすぐに真似したくなるシロさんのお料理もうねずっとずっと永遠にやってほしいドラマですあなたは今季何が一番好きだったでしょうか それでは2024年1月期冬ドラマ13戦ということでやっていきたいと思います。曜日順にやっていきましょう。まずは月曜日、富士テレビ9時、君が心をくれたから1月8日スタート、主演は長野芽衣さん、脚本は今夜ロマンス劇場での小説家でもある宇山啓介さん。このところちょっと不調気味のね、月空ですが、これどうなるでしょうね。この二人といえば箱詰めでの 戸田恵梨香さん周りの絶妙なコンビが本当に好きだったので、役者さん的にももう期待しかないんですが、やっぱりドラマって脚本とかストーリーが9割だと思うんですよね。だからどうなるでしょうっていうことなんですけれども、ストーリーとしては、長野芽さん演じる主人公、愛原雨二26歳が愛する男性、浅野太陽、28歳。 のために自分の心を差し出す宿命を背負うことから始まる過酷な奇跡が引き起こすファンタジーラブストーリーノスタルジックで幻想的な雰囲気に満ちた街長崎を舞台にこの冬最高に美しくて泣ける令和版月9ラブストーリーが幕を開けますということでこれだけ見るとね まだわからないですよね、未知数。なんか、うーんって思ってしまうんですけれどもね、長崎が舞台ということで、まあとりあえず1話は楽しみにリアタイしたいと思っています。続いては月曜日。 日テレ夜24時59分から1月22日スタートの「先生さようなら」主演は渡辺翔太さんショッピーの初主演ということでおめでたいですねストーリー的には一人の男性の現在の恋と過去の恋2つの物語が重なり合った時未来の恋への物語が新たに動き始める主人公田村拓郎は「 先生にしてはノリも良く、生徒たちのお兄ちゃん的な存在。生徒やよいは田村に恋心を抱いていく。しかしある日、やよいが見てしまった田村のスケッチブックに無数に書かれていたのは、知らないある一人の女性の姿だった。田村は過去、高校生の時に出会った担任の国語教師、由美子に恋をしていたのだ。過去、国語教師と男子高校生の恋と、現代、美術教師と女子高生の恋が輪廻し、工作する。 明るくも切ない学園ラブストーリーということで、これは結構演技力を要するような役柄なんじゃないでしょうかね。ショッピー楽しみですね。そして主題歌はスノーマンということでね、1月22日スタート。こちらもね、楽しみに初回からしっかり見たいと思っています。そして火曜日、テレビ朝日9時から1月23日スタート、マルスゼロの革命、道枝俊介さん主演ですね。 他にも板垣りひとさん、吉川愛さん、井上優希さんなど注目の俳優さん揃い。脚本は三年 A 組やクローズゼロでおなじみの武藤翔吾さん。これはいかにも面白そうな夫人ですね。ミッチーがゴールデンタイ連ドラ初主演ということで、あ、だから金髪だったんですね。まあミッチーの金髪めちゃくちゃいいですよね。謎多き新時代のヒーロー誕生。三年 A 組。 今から皆さんは人質です。の、武藤翔吾が完全オリジナルで描く、前代未聞の青春クーデターサスペンス。2024年新春、高校生たち僕らの革命が始まる。ということでね、これは内容面白そうですよね。まあ注目していきたいと思います。そして TBS10 時からは火曜日、I love you 1月23日スタートということで、こちらは二階堂ふみさんの主演、人気沸騰中、 韓国ライジングスターの俳優、日本初進出のチェ・ジョンヒョップさん。民放ゴールデンプライム隊連続ドラマ史上初、ヒロインの相手役に韓国人俳優を迎えて送るオリジナル脚本のラブストーリー。心の声が聞こえる。 テレパスを持つ主人公が超ストレートな年下の韓国人男性と恋に落ちる、もどかしくも明るいファンタジックラブストーリーということで、もうこれは反流カテゴリーじゃないでしょうかね。面白そうですね。いやー、これはもう1話からしっかりと見ていきたいと思いますね。他にも中川大志さんや山下美月さんも出るということで、いやー、これは日本でやる日本人による 韓流ドラマみたいな感じになりそうですよね。いかにも。韓流ドラマファンのちょっと年齢層高めの女性に響く作品になるのか、ここもね、注目していきたいと思います。そして水曜日は日テレ10時から、隣のナースエイド、1月10日スタート、主演は川江里奈さんということで、医者のように患者の命は救えない、看護師のように 医者のサポートができるわけではない。でも人知れず患者に寄り添い、患者の心を救っている人たちがいる。それが医療現場の縁の下の力持ち、ナースエイド。主な仕事は患者の食事や排泄の世話、入浴や着替えの補助など、医療行為は一切許されないけれども、 最もパーソナルな時間を共有するナースエイド。そんな主人公ナースエイド桜庭美桜が病院で巻き起こる患者たちの仕事、恋愛、家族とありとあらゆる問題を解決。現役医師のベストセラー作家、知念美希と数多くの芸人とともにコントを作り上げ、人気ドラマの脚本も手掛けるコメディ界のトップランナー、脚本家大倉が仕掛ける 病院リアルエンタメドラマ開幕ということで、これもお話がしっかりしてそうだし、面白そうですよね。続いては木曜日、フジテレビ10時から 1>, 1月18日スタートの大奥小芝風花さんがフジテレビドラマ初主演ということで連ドラとして約20年ぶり大奥復活で徳川家春と愛のない政略結婚を強いられた主人公磯宮智子を演じるということで愛をテーマにした大奥史上最も切なくて美しいラブストーリーが誕生ということなんですよね小芝風花さんも ここのところ主演続いてますしね。やっぱり実力がすごいですからね。さらに相手役が亀梨和也さんということでね、これはもう見ないわけにはいかないですよね。えその他にも西野七瀬さん、森川葵さん、あとはスノーマンの伊達様、宮舘亮太さん、高橋克則さん、栗山千明さん、安田健さんともう豪華な キャスト陣なんですよね。これも見ないわけにはいかないということでね。しっかりと1月18日初回からリアタイで押さえていきたいと思います。そして金曜日は TBS10 時から1月26日スタートの不適切にも程がある。主演は安部貞夫さん。脚本は工藤勘九郎さん。昭和のダメ親父が令和にタイムスリップということで、共演には中リーサさん、吉田洋さん、磯村隼人さん。 最高のキャストでお送りする意識低い系タイムスリップコメディー。昭和のダメ親父の不適切発言が令和の停滞した空気をかき回す。これはもう絶対面白いですよね。まあ、クドカン作品なんで間違いはないと思うんですけれども、磯村さんの相手役の山本孝二さんも出るし、古田新さんも出るということで、もうこれは期待しかないですね。大注目です。 そもそももうこの昔の明星の表紙的なビジュアルの時点で期待マックス。そして同じく金曜日テレビ朝日11時15分から1月5日スタートオッサンズラブリターンズ主演は田中圭さん5年ぶりに 続編放送決定ということで、どうなるんでしょうかね。田中圭さん、吉田光太郎さん、林健人さんが待望の最終決だをということで、伝説の愛が奇跡の期間。連ドラから数えると5年越しに念願の最終決を果たす3人の愛の物語にどうぞご期待くださいということで、まあ期待しちゃいますよね。 オリジナルメンバーがそのままなのが何より嬉しいですよね。私やっぱりおっさんずラブはシーズン1が最高に好きだったんですけど、2作目でね、ちょっといまいちかなっていう感じで私的には失速してしまったんですよね。多分最後まで完走できてないと思うんですよね。なのでシーズン3はもう改めてじっくりとね、 作品を味わわせてていいいたただきたいなと思っていますもうこのキャストはね、本当に大好きなんですけどもね。どうなるでしょうね。シーズン3、スキマスイッチの主題歌もすごく楽しみです。そして土曜日はこちら、テレビ朝日11時から1月13日スタートの、恋する敬語24時、敬語24時、恋は動き出す、岩本光 レンドラ初単独主演ということで、これもおめでたいですね。えー、ショッピーといい岩本くんといいスノーマンすごいですね。ヒロイン白石舞を24時間全力で守り抜くということで、過去の事件を追う武骨なボディーガード対命を狙われている負けず嫌いな弁護士、相性最悪の二人が一つ屋根の下で暮らし、いつでもどこでも徹底敬語 2024年1月、キュンハラハラが止まらない考察系アクションラブコメディ誕生。さらに物語を盛り上げる主題歌は、これもまたスノーマンに決定ということでね。いや、スノーマンファンは来季すごく忙しくなりそうですよね。いや、これも考察系アクションラブコメディということなのでね。すごく楽しみに見ていきたいと思います。岩本くんのね、 鍛えられたボディが遺憾なく発揮できるんじゃないかと思ってね。まあ、その辺もめちゃくちゃ楽しみですね。そして同じく土曜日、ABC テレビでは1月21日日曜日スタート、テレビ朝日では1月20日土曜日スタートという変則スタートなんですが、ABC テレ朝0時からのセレブ男子は手に負えません。若月由美が地上波、 レンドラ初主演で臨むのは、とある事件から立ち直るために、二度と恋はしないと誓ったシンデレラヒロイン。そんな彼女がひょんなことから共同生活をすることになったのは、誰もが羨むセレブ男子たちだった。ところが、そこで暮らしていたのは、好きな食べ物を栄養素で応える男、とにかく上から目線な男など、実は一癖も二癖もある手に負えない癖物揃いで、 ということで今作品は Webtoon 連動で漫画連載とともに展開する先読みできる新感覚ストーリーということで1月12日深夜0時に LINE 漫画他で先行連載スタートということでねこれはですね私がもう若月由美さんが大好きなので13世の中にあえてね深夜ドラマを入れたわけなんですけれどもねいやこれもかなり韓流ドラマっぽくないですかねえ でも、まあ、若月由美さんのドラマということで、もう大注目しています。そして日曜日、NHK8 時、1月7日スタート、光る君へ。主演は吉高由里子さん。他、もう超豪華キャストですね。さすが、大河。主人公は紫式部。平安時代に千年の時を超えるベストセラー、源氏物語を書き上げた女性。彼女は、江本佑さん演じる、 藤原道長への思い、そして秘めた情熱と類まれな想像力で、光る源氏、光る君のストーリーを紡いでいく、変わりゆくよう、変わらぬ愛を胸に、懸命に生きた女性の物語。まあ普段、NHK をほとんど見ない私でも、これは見なければと思ってしまうような企画と出演者。とりあえず1話はしっかりリアルタイムで抑えていきたいと思っています。 同じく日曜日 TBS9 時さよならマエストロ1月7日スタート主演は西島秀俊さんと足田真奈さんということでこれも大注目ですよね天才指揮者だったがある事件で家族も音楽も失った父親とそんな父を拒絶し音楽を嫌う娘が地方オーケストラを 通して失った情熱を取り戻し、親子の絆と人生を再生させていく、とびきりアパッショナードなヒューマンドラマということで、まあね、これ本当見ないわけにはいかないでしょうというドラマですよね。このね、二人の演技を堪能したいと思います。そして最後、13本目はこちら。同じく日曜日、日テレ夜10時半スタート、厨房のアリス。 1>, 1月21日スタート。主演は門脇麦さん、長瀬連さん、大森直さんが繰り広げる新時代のハートフルミステリーということで、ミステリーなんですね。料理は科学ですという口癖の主人公は、驚くほど美味しくて優しいご飯を作る自閉スペクトラム症の料理人アリス。彼女と暮らす心優しいゲイのシングルファザーっていうのが大森直さんなんですね。幼い頃から 彼女を守る元ヤンの親友、これが永瀬廉さんなんでしょうかそして彼女の料理店に転がり込む謎めいて不器用な青年っていうのは大藤俊介さんなんなでしょうかね。もっと要領よくうまく生きていけたらいいのにみんながそんな思いを抱えながら明るくお互いの凸凹を埋め合い支え合いあったかい言葉とご飯で絆を結ぶ物語 前田敦子さんも出るということだし、まあ、ちょっとね、いろんな要素入りすぎなハイブリッドドラマ感ありますけれども、とりあえず1話は見ていきたいと思います。 ということで2023年秋ドラマ総括と2024年1月期冬ドラマ13選ということでお話ししましたあなたは1月ドラマどれを見る予定ですかぜひコメントでお教えください1月期ドラマの感想動画どれを出すかというのはねもう本当に1話次第だと思うんですけれどもねまあ、最低1つは感想動画をね出していきたいと思いますのでもしよかったら引き続き ご覧いいただければと思いますぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそしてシニアチャンネルの方では健康やお金暮らし方など少しでも老後不安をなくす情報を発信していますので50歳以上の方ぜひ遊びに来てくださいねそれでは最後までご覧いただきありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう以上いまなにでした